はい、おはようございます。今ね6時40分です。6時40分、はい。これからご飯を食べます。なんかね、あのインターネットの情報では食事が素晴らしいと書いてあってありますので、楽しみです。ね、これから、ご飯食べた後、そうですね、7時半か8時ぐらいからかな、チャウンタービーチにバイクで、ここから行きます、ここから行きます。日帰りです、はい、日帰りです。チャウンタービーチまでは2時間ぐらいって行ってましたね、バイクで、ですので、まあそうね、10時ぐらいには着けるでしょう。でそこで、まあ、ちょっとどんな感じのビーチなのかなというのを見て、でビーチで寝転んで、帰ってきます、はい。あれはなんだ、 あれは学校ですね、学校、これ学校ですね、はい。じゃあご飯食べます。オレンジジュース、チャイニーズティー、コーヒー、ブレッド、これがモヒンガーですね、モヒンガー、はい。なんだこっちが、キャベジブイズチューリョン、あ、これチャーハンだ。これがフライドヌードル、あとこれはチキンかな、これがこっちだね、キャベジチューリョンサワー、ね、はい。あ、これのことを言ってるんだ。あ、ティーリーフ、これあのミャンマーのあれのあれですね、ラペっていうあのやつですね、はい。で、あ、これのこと言ってんだ、あ、なるほど、いいですね、はい。ちょっと取ってきます、はい、取ってきました。これがご飯です。これがね、お茶の葉をね、乾燥、あ、発酵させたやつです、ラペって言います、はい。あのよくね、飲食店とか行くと、これとなんだ、ナッツ、あとそうね、キャベツとかと、あのまあお店によるんですけど、それと合わせて作られてます、はい。美味しいですよこれは。あ、これはピリ辛ですね。普通はナッツと一緒に、食べることが多いかな、美味しいです。野菜不足になるんでね、なるべく野菜食べようと思います。あ、美味しいですね、普通に塩コショウの、あのフライドベジタブルですね、はい。お肉も美味しいですよ、あの中国系の味です、はい。はい、今からチャウンタービーチに行きますね。位置関係はね、ヤンゴンがここですね。で、ここが今いるパセインです。で、左の方ですね。ここがチャウンターですね。で、下がグエンさん。明日行きます。はい。ちょっと今、ちょうど8時ですね。はい。今ちょっとストレッチしてました。はい、腰痛くて、痛いわけじゃないけど、予防ですね。そう。腰痛予防でちょっと。はい。股関節が硬くなるとね、腰痛くなっちゃうんで、はい、そうですね、ストレッチしてました、はい。距離は60キロぐらいだと、あ、つながってない、はい、ちょうど60キロですね。1時間半ですが、そんな、あ、まあ2時間でしょう、はい。なので10時ぐらいに着くかなというふうに思います、はい。じゃあスタート、なんで近くから出ないかな、左行った方が近いと思うんだけど。なんだ、左行って右行きましょう、はい。この方が近い。
下に行きましょう。はい、これをねずっとまっすぐ行ったらカウンターに当たります。どんぐらいかな、今ね、8時半です、8時ですから30分経ちました。はい、どのぐらいかな、あと1時間以上走んなきゃいけないんじゃないかな。いやね、意外にね、でこぼこ、大きな穴はないんだけど、ないんですけど、なんだ、いや、とにかく凹凸が激しい。わかりますかね、この凹凸感、わかんないか。映像じゃね、かなり揺れてると思いますよ。やっぱりその、一回、なんだ、でっかいバスと、やっぱりバイクは違うよねっていう話ですよね。はい、大きいバスだったらね、これぐらいの、まあ揺れますよ、揺れますけど、やっぱり大きい分ね、衝撃を吸収してくれます、こっちがね。なんで、ここまで乗り心地は悪くありません。はい、悪くありません。いやけどね、乗り心地はさすがに良くはないでしょ。その日本と比べればね、今走ってるバイクと比べれば悪くはないということですよね。はい、このまま1時間か、なんか嫌だな。いやね、結構ね、振動が多い道もね、疲れにつながりますからね。はい、いやー、はい、疲れにつながります。ミャンマーの道です。道。細かいね、音もこういうのはね、もう当たり前です。はい、その機械でね、ローラーをかけるなんてことはいたしません。はい、最近はするようになりましたよ。幹線道路、大きな、まあ、これも幹線道路なんだけど、もっと大きな幹線道路ですね。例えば、主要都市を結ぶ幹線道路は、ローラーですよね、それを拭くようになっていきました。はい、ただまあまだ山道じゃないだけいいのかな。山道で60キロだとね、凹凸というかスピードが出せないからね、そこまで凹凸を拾うというかね、感じることはないんですけど、なんせスピードが出せないからね、もう60キロってもう本当に何時間かかるんだっていう感じですよね。もう2時間以上かかっちゃうので、はい、もう参っちゃいますね。はい、まあとりあえず、まあ10時目標かな、10時に着けるのを目標に、走ってます。はい、でグリーンさんはね、多分ガパリみたいな感じではないと思うんですよね。ガパリはね、高級ホテルがその海岸沿いに並んでて、実質的にね、部外者を使えないような、そういうね、感じがあるんですよね。はい、なので、なんか使い勝手が悪いです、使い勝手が悪いです。はい、なんか東京で泊まってない人にとってはね、はい、ただダウンタウンはね、多分グエンさんと一緒で、はい、飲食店的なものがあるんじゃないかなというふうに思います。はい、で飲食店でね、ご飯を食べればそこの場所を使わせていただけるというふうになるんじゃないかなと思います。はい、まあそうあってほしい。まあ一応ね、もうヨガマット持ってきてるんで、別にね、必要ないじゃないんだけど、こういうカメラとかそういうものですよね。でそういうものをその見張っててくれるっていうかね、置いとける場所が欲しいなということですね。いや、なんかしないけどね、この辺はね、ドネーションがすごいですよね、寄付。他の場所だとね、そんなにドネーションはないんだけどね、ここの地域はね、とにかくドネーション、道を走ってると、その銀のね、銀色の、何、入れ物をカラ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 、なんか西が入
く多い、とにかく多かった。そのガパリっていうか、ベアベアウ、ビーチベースゲストハウスですか。そこからね、今泊まっているパセイ、はい、そこまでの道がね非常に多かったですね。はい、何箇所ぐらいあったの、もう20箇所とか30箇所ぐらいありましたよね。はい、でなんで寄付をするかということなんですけど、寄付ってまあいいことなんですよね。ですよね。でいいことをすると自分の気分が良くなるっていう、そういうことですよ。はい、なので寄付をしたとしてもお礼は言われません。はい、基本言われません。お坊さんとかにね、そのね、寄付ドネーションをしたとしても何もしないですと言って、はい、これはね、相手からありがとうと言われるものではなく、自分が寄付をして、いいことをしましたよね、あなたの気分が良くなりましたよね、そういうような意味合いがどうもあるようですね。その辺はね、やっぱり日本人と感覚がちょっと違いますよね。またね、その欲をね、自分の欲を手放す、そういう意味合いがありますね。執着しない、いろんな意味で執着をしない、はい、でお金に対しても執着をしない、そういう意味合いがあるとのことですね。ちょっとこの辺はね、日本人にはない感覚、日本人だけじゃないですよね、外国人にはない感覚ですよね。ただそれがね、みんなのね、みんなが安定して暮らせる、そういうシステムに役立っていることは確かです。はい、誰もが食いっぱぐれることがございません。はい、そういうシステムに対してお互い様ということですね。ただね、メンタリスト DAIGO さんの動画をね、私よく見るんです。でね、車来ちゃった。なんで行かないんだろう。メンタリスト DAIGO さんの動画をよく見るんです。で、金持ちになる人っていうのはやっぱりね、ギバーなんですよ。与える人なんだけれども、貧乏になる人もね、ギバーなんですよ。でその差は何なのっていうと、なんていうのかな、要はね、ギブアンドテイクじゃないですか。ギブアンドテイク、ね、でそのギバーをしても、例えば自分がギブをしてね、やたらめったらギブをするっていう人はね、貧乏になるわけですね。で、ギバーはね、ちゃんと人を選ぶということですね。ちゃんと自分がギブをして、相手が自分に対してもギブをしてくれる人、これを選んでいくということなんですよね。はい、そういう人はお金持ちになりやすいというふうに、言われていました。はい、で、じゃあミャンマーどうなのっていうと、これは貧乏になる義務ですよね。不特定多数ですね、何でもかんでも寄付をしてしまうというので、そのね、考え方、データ、考え方というのもデータですよね。それからすると、貧乏になる義務という位置づけになってしまうわけです。はい、ということにミャンマー人は怒るかもしれません、けれどもデータ的にはそういう風になっているということですよね。はい、どっちがいいんだろうね。そのね、貧乏になるギバーでも、みんながね、安心して暮らせるシステムがここにはありますからね、そういう考え方もあるということですね。が発展しない原因というのは、やっぱりこのね、寄付にもあると私は思ってるんです。というのはね、企業とかね、そういったものがその成長するためにはですね、投資をしなければいけないわけです。で、その投資というのは
そのリーから生まれますよね。はい、リーから生まれて基本的にはね、はい、リーを早くすればまあなんていうんですかね、まあ、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、フリーキャッシュフローの累計の黒字化、まあ、それが短期間で終わるわけです。はい、投資の回収をして、で、余った利益といいますか、はい、さらなる利益を次の投資に、まあ、回すことができるわけですね。はい、で、寄付をしてしまうとですね、それが単なる消費で終わってしまいますから、新たなビジネスを生むということができなくなってしまうわけですね。はい、だからどうなんだろうなというふうに思いますよね。まあ、メリットもあればデメリットもあるんです。わーわーわー、すごいデコボコだな。ここは家に見えないんですけど、すごいデコボコです。はい、50キロがせいぜいだね。はい、そういうことですね。はい、まあ、これはね、そういうこと言うとミャンマー人は怒るかもしれませんよ。ただね、まあ、現実問題としてね、考えていかなければいけない問題です。はい、ミャンマーが発展する上でね、はい、そういうことですね。やっぱり新しいビジネスっていうのは利益が生まれて初めてというわけではありませんけれども、そういう利益があればやりやすいわけです。はい、余力があるわけですよね。はい、ですので、その利益をね、どう使うか、どう使うかというところをもう考えていかないといけませんねということですね。はい、まだもうちょっとかかりそうですが、なんか、鉄橋に当たりました。はい、いやね、すごい道だわ。もうでっこぼこ。いや、これは参った。これは参った。なんだあれは、いくらですか。あ、これはね、池、湖、わかんないけど、どっちかですね。おう、わお、わかります、このでっこぼこ。この揺れですよ、この揺れ。この速度でこれだからね、30キロでこの揺れですよ、ね、もう50キロなんて、もう尋常じゃないですよ、蹴りたいですよ。はい、あとどのぐらいだろう、あと8キロぐらいは、あと欲しいかな。あ、Google マップ見えるのかな。はぁ、あ、ですよ、ほんとね。まあ、これはね、ミャンマーだからね。いやでもミャンマーで強いな、あんた。あの人だと2人乗りでずっと走ってっからね。蹴りたくなんないのかな、ほんとね。もうこういうの慣れっこなんだろうね。もうそういうの見るとやっぱりね、もうな、俺甘いよなとかって思うもんね。一人で乗っててこんなぐじぐじ言ってんだからね。いや、ほんとね、なんだろう、便利になれるとね、体はよく良くなりますよ。はい、そう思う、便利になれると。あ、海が見えた、見えましたよ、今海がちょこっとちょこっと見えた。希望が見えるね、希望が見えたよ今。いや、ほんと、ちょこっと見えたけどね、これね、直線じゃないんだな。ぐるーりぐるーり、こうなね、あの SDSDSD で、回ってってやっと着くって感じですから、はい、あと少し、頑張って走ります。